スタニスラフ・アポリンは、チェコのチェロ奏者。1931年、プルゼニ集世中まで。1945年から1949年まで、ブルノ音楽院で学び、1949年から1953年年まで、ヤナーチェク音楽院で、バーシャ・チェルニーに支持した。1953年から、ヤナーチェク音楽院の大学院に進学し、 1956年から同音楽院の講師を務めつつ、1957年から1960年までムスティスラフロストロポービチの下に通って、研鑽を積んだ。また、ヤナーチェク音楽院の在学中から、バイオリニストのアントニー・モラベッツ、ピアニストのミランマ社とピアノ三重相談を結成して、演奏活動を行い、同音楽院の講師になった頃から、 ラドスラフ・クバピルとデュオを組んでいた。教育者としては、1962年からプラハ音楽院に転任して1965年まで後進の指導にあたり、1968年からはヤナーチェク音楽院に戻り、1970年から1972年までベオグラード音楽院でチェロを講じた。2010年にプラハにて死去。アポリン、スタニスワフ。 2019年8月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年8月20日閲覧。スタニスラフ・アポリーン・ディスコグス・ハット・コザク、ヤン、セスカス・ロベンスティ・コンサートにー・めメルシー、A、コモアニー・スバリー・ズボーニー、STTN、ハディブニー・バイダビテル・ストビー。P155、奥力495万5137ハット、クサラ、バーツラフ、ジェリズニー、ルバメア。 すくすく、つばず、チェスキーク、スクラデットルーエー、コンサートニック、メルキュ、エジチオスープロホン、P46、奥力2億2538万8620。ありがとうございます。